皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴契約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、えー、ここに記載されている 1> 第1条から第7条の文言を大きな画面にしてお読みください <laughs> どこか1箇所でも承諾のできないというところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることができません全ての文言一語一句承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せください、えー、ステッカーを1万600円で売ってます LINE でお申し込みください令和2年5月5日火曜日草イン新聞 FX 中野研究会今日の千葉県松戸市はあの晴れてますねでも <coughs> 午後から雨が降るっていうことなので 洗濯はちょっとできないなって感じです。でもう気温はすごく暖かくて、まあ、夏日ですね、車に乗っているときはエアコンをつけないとねもう熱中症になっちゃいます。家にいるときは、まあ、扇風機で我慢してるって感じですね、湿気が増えてきたのでそろそろエアコンをつけないといけないって感じになっています。 餅を食べたりね、あとは七五三だよね、えー、七五三で男の子はね、えー、衣装を着てですね神社に行く必要があるんですけどそういうのもできないですねかわいそうだと思いますはいで今日のお題なんですけども、えーまあ、ビットコインとドル円とプレゼント開封ですね ビットコインはね、あの、100万円をタッチして、その後ちょっと鈍いんだよね。ちょっと下がっちゃってるので、ひょっとしたら45万8000じゃなくて、これ49万8000ね。50万円ぐらいになってしまうかもしれません。あと、ドル円はね、あのずっと下がってるんですよね。だから、えー、っと、このゴールデンウィークは日本の銀行、買わないですからね、ドルをね。なので、えー、毎年恒例のフラッシュクラッシュがね、 あるかもしれませんあとね、今日ね、朝、先ほどですね、今何時かと言いますと、え5月5日のですね祝日の、火曜日祝日の朝の10時23分なんですよ、今ね。で先ほど10時くらいにですね、あの黒猫山とのクールタップクール卓球便が届いて、え、何かなって、何か頼んだかなって思ったらですね、あの視聴者さん視聴者さんからプレゼントいただきました。 でまずはプレゼント開封からね行ってみたいと思いますはいプレゼント開封なんですけれども熱いねちょっとねじゃじゃーんこちらですね届いたのがじゃじゃーん <laughs> これ僕が欲しくてたまんなかったやつ毎日毎日夜の,の YouTube ライブで <laughs> これ食べたいこれ食べたいって 言っていたえー、っと茨城県水戸市え水戸茨城だね茨城県水戸市にあるよう常陸牛の生ハンバーグー届きました <laughs> いや僕ねそういうつもりで言ったわけじゃないですよあの自分で買うつもりであのちょっと毎日見てたんですけどねライブ中にね申し訳ございませんあの <coughs> 茨城県にお住まいの方から <laughs> あのプレゼントいただきましたのでちょっと開けてみたいと思いますちょっとねここシールを外せばですね開きますからね常は牛ってもんだねこれ常盤牛っていうの上あのね常盤って常磐線の常磐のことね常盤ってうもんですよね常磐常磐線ってね <laughs> <laughs> あの松戸は上野からの常磐線なんですけどあの JR ね電車ね <laughs> 常,磐線なん常磐線なんですけどずっとね鈍行ででもね乗るとねあの土浦に行ってねあの水戸に行って日立に行くんですよでその次はいわき福島県いわき市行ってよでそのままあの福島行って仙台行くんだよね ずーっと鈍行で行くと。でね僕は鈍行で、いわきまでね、あの鈍行電車で行った時あります。もうね、行きも帰りも鈍行電車で行ったんですけど、腰が痛くなっちゃって、あの、一泊2日したかな一泊したかなあ,あ一泊してねえか <laughs>。一泊してなかったかなあの、腰が痛くなっちゃって、本当に。 ぎっくり腰っていうかね、なんか骨が外れちゃったのかなと、あの、肋骨のね、肋骨じゃなくて、背骨の骨がね、一個外れちゃったんじゃないかなっていうぐらい、背骨が痛くなっちゃってですね、あの、まあ、どうしようもなくなっちゃってで、2週間、2週間ぐらいやられましたね、それでね、お こっちにもセロテープが貼ってありましたセロファンテープセロファンテープですねあとこっちもか頑丈ですね放送が頑丈ですねいやー最近最近っていうかもうここ5年ぐらいずっと朝昼夜毎晩じゃないですけどほとんど毎晩毎日料理してますからねはい行きますよ じゃハハハト牛ときわ牛なと,ときわ牛っつったら名産ですよ、まあ、ブランド牛ですよねブランド牛松坂牛と一緒同じそこまでいかないかもしれないけどお肉屋さんですよねお肉屋さんで水戸でお肉屋さんやっててレストランもやってるんですよ レストランもねレストランもこっちレストランレストランレストランやっててえー、っと肉の飯島っていうところですねわあ、ちゃ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 美味しそうですね美味しそうですねほんとね。早く見せろって早く見せろっていうかあとはハンバーグの美味しい焼き方が入ってますよ 冷凍の場合1日かけて冷蔵庫で解凍してください冷蔵冷蔵庫で解凍かお肉を美味しく楽しむためのおすすめ解凍方法ありますそしてじゃじゃーんブランド牛常盤牛時は,牛時はあちっち牛ひたち牛時はじゃなくて常盤 すみません茨城県常陸牛販売指定店肉の飯島、ま、ねっ時々そしてこれをこの目録を目録を外させていただいてここに眠ってますここに眠ってるのが我らがこよなくアイスジー ハンバーグーえ !6 個も入ってる。やばい、6個も入ってる。<laughs> すいません。すいません。重い。重い。重い、重い。ひたち牛。重い、重い。重い、重いこれ。何グラムあるの重い。赤身ですね。 すみません。近づけると赤身。あ、これでちょうど同じぐらいの。あ、でもね、もっと鮮やかですよ。赤が。赤がもっと鮮やか。あのビデオに撮ってると、ちょっと鮮やかじゃないかもしれないけど、赤が鮮やかで、ね、すカッチンカチンですね。あ、カッチンカチン。カッチンカチン。カッチンカチンだよ。カッチンカチン。<laughs> やったー。やったこれ、うまそうだね。まん丸で。 まん丸で美味しそうですねまん丸でね、はあ、6個もあるよどうしよう6個もありますこれはちょっとね、まあ、まずは送ってくれた人にお返しをします完全にね完全にお返しをするのと僕だけこうやってね幸せな気分を味わったら、まあ、まずいので皆様にもねあの私の方から プレゼントさせていただきます本当にありがとうございます。申し訳ございません。本当にまた中入れましたんでね、これは、えー、っと今日の夜ね、今日の夜食べさせていただきたいと思います。3つを冷蔵庫に入れて解凍します。そして夜ですね、1日って言ったら24時間、明日,明日じゃないと食べられないのかな。 今日のの夜でもいいのかな半日でもいいんですかとにかく本当にそのそんなつもりではなかったんですけどと申し訳ないと思ってます。あと、まあ、ビットコイン見てみようか。これ49万8000ね。49万8000でしょ。でビットコインを見てみるということで財布で見てみようかね。<laughs> ちちちょょっっっっとと今下がっちゃったねね弱、うん、弱いです弱含みですす含みここまで一気に駆け上ってきたんですけどね一気に駆け上ってきてまあでも切り崩しながら上がっていくんでね上がる時っていうのはまあここまで来てじゃ切り崩してるかっつったらそうでもないんですよこのレンジを組んでるだけなんで足場 まあこっからさらに高くね高みを目指す時に足場を組むんですよねそれ足場の高みやじゃないけどあの足場を組んでる感じはあるね十分にねうーん下がってはいないんだよねうんここら辺もっと思いっきり下がってるこれも思いっきり下がってるけど上がるでしょこれ下がってるかスはたらそんな思いっきり下がってないからまあちょっと僕もね <coughs> 49万8000円まで下がるよとか言っちゃったけど、まあ、そう簡単には下がんない感じだね、これね。そう簡単には下がんないね。ただまあまた90万円ぐらいまで下がる可能性はあるけど、90万円ぐらいまでね。ただ、50万はいかないんじゃないわかんないよ。何があるかわかんないのがこの相場の世界なんでね。まあ神様しかわかんないよと。 これだって先のことが分かったらみんな億万長者だからさその億万長者に世の中はいっぱいいない,い,ないわけでしょうんだから下ついて上上がったでしょでこうついちゃったんだよねこうねついてしまったじゃないですかここついて下がってついたから上がったでしょでついたから下がるんじゃねえかなっていう気,気もあるよねやっぱねじゃあこのここいくらいなのと <coughs> ね、この下がるとこいくらだなとここね、ここ、ペナントフラッグの下らへ、うん、57万円だ。49万8000までいかないけど、57万円ぐらいまで下がるかなと。んで僕ね、一旦ここをついたとき100万いったんですよこれね、ちょっと上、オーバーシュートしてね。100万いったから、まず100万円で一旦理学しないといけないよって前から言ってましたよね。だからその言葉通り下がる可能性はありますね。ただ、 49万8000までいかなくて57万円ぐらいまで下がったらまたちょっとこの辺で88万まで上がるかなって感じですねうんちょっとビットコインいい FX やってる人多いと思うんでねまあ、ちょっとの、まあ、どうせね上がるロング入れてて上がるんだろうけれども一旦ガクンって90万とか85万まで,まで下がってから上がるからねだから上行くにしてもやっぱりタイミング測らないと 今からロング出ちゃうと、やっぱり狩られちゃうんだよね。<coughs> 強制ロスカットあっちゃうんですよね。で、まあ、大損しちゃうから、まあ、レバレッジを十分に管理す,るすればね、それは逃げられることなんだけれども、みんなわずかなお金でさ、大きくも <coughs> 大きく儲けたいから <coughs>、フルレバレッジでさ、ビットコインエフェクスやったりしちゃうわけだよね。そうすると、少しの逆行でも、 あの強制ロスカットになっちゃいますからそれをねやらないように気をつけないといけないよねあとドル円なんですけどちょっと待ってくださいねスタークリング飲みますありがとうございます ドル円なんですが、まあ、これで見ようか分からんから1時間し、まあ、だいぶ下がったよねまず月足から見ようか月足から見ますとですねもうこのもう 10, 10年来における、まあ、10年、まあ、5年ぐらいか5年5年ぐらいにおけるですねペナントフラッグ5年7年ぐらいか のペナントフラッグがもう最終着地点に行きましてですねまああのヒゲではいくらでも上でも下でも出てるんだけどもローソクの実戦であのこのペンとペナントフラッグが出たのって初めてなんですよほらね出てないでしょローソクの実戦でこのペ,ンペナントフラッグって三角形のね三角形の旗みたいな形のペナントフラッグ に出た時ないんですよ、ろうそくの実践でね。それが今出て,出てるんですよ、今月ほら。今月出てるんですよ。これビヨーンって上行けば引っ込みますけど、どうやらあの引っ込みそうもないね。だこれ下ですね。ビヨーンって下ですね。ようやく、まあ、あの、7年ぐらいかけたペナントフラッグ、上か下かどっちかよ,よくわかんない。もじもじ、もじもじの、 もじもじさ加減のですね、ドル円のですね、レンジに終止符が打たれて、これ、65円まで今回いくと言われています。1ドル65円ね。なので、えー、そろそろショートを入れてもいいんじゃないかなと思いますよ。うん、本当はこのね、上の方でショートを取りたかったですけどね。まあ、しょうがないですね。はい、そして、こ,これ、付き足だから、週足見ると。 もう綺麗な形で半,半円を描いて落ちてますよねこうやってね。半円描いてますでしょちょっと色が違った。こうやってね。まあ、ここはあのコロナショックで右を往したんだけどこれはだいたい半分ちょっと過ぎるとこういう人為的操作が入るんだけどそこからまたね すーってあの自然の原理でいきますからねこれもすーッと落ちると思いますねはいあともうちょっと縮めてみようか、うん、そうすると皆さんお分かりだと思いますけれどもこう円を描くんですよこうやってフィボナッチ円っていうんだけど円を描いてサインコサインカーブって言ってもいいね円を描いてこうやってドル円っていうのが動くんですよね なので、まあ、突き足にしてもいいですよ突き足にするとですねあのこここういう感じでこういう円を描いてこうあと落ちるんだよねだからちょうどこう来てるからここもついたでしょだからやっぱりもうスーッと落ちていくねやっぱで前回はこれ78円76円ぐらいだったかなで今回65円と コロナもあるしね、まあ、世界状況悪いので、アメリカもお金使いすぎちゃってるんでね、まあ、こんな形で大きなね、もうこう、こう10年、10年来ですよね、10年来の大きな大きな奴隷のうねりがようやく決着をついて、また下行くと。で、また65円来たらね、えっ、ー、と、まあ、少しこんな感じで文字、文字文字するんだけど。 ここで横横になってそしてまたふーたと上がっていきますからねこの時はこの時でまたスーパーロングですねあの、まあ、3年ぐらいのガチョウですねロングのガチョウこの時はまた皆さん中野研究会に入っていただいてですねずーっとガチョウしてればこれもずーっとガチョウしてればみんな奥番長者ですよこれねだからい,いい句が多と思いますよでここでねだいたここの70円台突入すると大震災起きるんですよ これが東日本大震災。で、前回は神戸。神戸、淡路大震災ですね。70、七十円台入ると大震災が起きます。で、今回まあ65円で巨大地震ですね。これは南海トラフ地震が起きると思います。で、これいつなのかっていうと、うん、あと2年、2年先。いや2から3年先ですね。はい。三3年かな。 いや2年半ぐらいかなあの南海トラフか東京首都直下型地震どっちかが起きると思います怖いですね本当に <laughs> 怖くなってきちゃったけど南海トラフか首都直下型地震かその両方か、まあ、この辺だと思いますよだから2000あれ来年ぐらいか来年ぐらいに起きそうですねあだからあれなのか東京オリンピック来年になったけど らあの東京オリンピックはあの震災によってねやっぱり開かれないということで来年も開かれない可能性あるね、これね。うん、困ったね。そして今現状はっていうと、まあ、落ちてるんですよね。すごく落ちてます。すごく落ちてます。これ15分間ちだけど、今朝バグバグ下げしたんだよね。で、やっぱり日本が祝日なのでね、日本の銀行、 がドルを買わわないわけですよだから中手がないんだよね。うん、で最後の防衛戦でここで引っかかってますけどここの引っかかりがスポーンって取れてしまうとねここ最後の防衛ラインと言われてるんですけど最後の防衛ラインを越えましたね最後のボレボレボレ防衛ラインここだったんですよねここここことこことこことね。 あったんですけど、ワンランク下来ちゃいましたね。で、前回ここで防衛してたんですけど、こうストーンっていきますね。はい。日本の銀行買わないんでね。だから今日、まあヨーロッパ時間になると少し上がりますけれども、まあ、そのまま下がっていっちゃうかもしれないですね。今日はね。はい。で、あとは、まあこんな感じかな。あとは僕は今日はこの、 えー、持続化給付金のですね持続化給付金の申請をちょっとしてみようかなと思います。うん、なんか簡単にできるって話があったので、まあ、僕はね、あの会社法人なんですけどあの税務税、税務申告も自分でやってるのでね、あの添付する資料は自分で用意できるんだけど、まあ、税理士にね、決算とかやってる人、もらってる人は、 税,務あ税理士から決算書類もらってると思いますけど何が何だか分かんないと思うんですよだから添付書類は、まあ、税理士事務所が始まるゴールデンウィーク明けになっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、皆様におかれましたよね個人事業主でもいいみたいですからあのこれね100万か200万かまあ もらえるって言ったけどまあ実際問題去年の同じ月から減った分をもらえるだけだと思うのでまああんまり個人でやってる人はその100万いっぺいっぱいじゃなくて20万とか30万とかちょっと足りない分だけ払われるっていうことだと思いますかそれでも嬉しいですよねそれでもありがたいと思いますので、えー、なんとかね皆さんも頑張ってこの持続化給付金をやってみていただければと思います。 はいそれではねドル円ね下がってきたねまたねうんいやもう儲けるチャンスだねゴールデンウィークはねあの毎年落ちますからねはいということでこれハンバーグを送ってくれ、えー、と日立牛のですねハンバーグを送ってくれた方は誠にありがとうございましたあのすかさずですね お,あのお礼の <coughs> 品はですねこれ誠にありがとうございましたこれ6個ですからね6個むちゃくちゃ美味しそうですねあのすかさずですねお礼の品お礼の品っつったって松戸に松戸によそんな名物なんかにいいからよピーナッツとかしかにいいからよこの <laughs> ハンバーグ誠にありがとうございましたお礼の品を 送らせていただきますどう,どうかお,お,お受け取りくださいそしてあまり私のために無理をなさらないでくださいね私は元気にやってますから食べるものがなくても元気にやってます FX でね稼ぎながらなんとか食べてますのでこれからもどうぞご視聴よろしくお願いしますそしてチャンネル登録とグッドボタンをお願いしますそれでは 千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたしましたありがとうございました